予定はどうですか。現在地ここで、ここに行って、はい、ここからここを行って三方境ってところで行って、はい、ここがもみじの名所なんですって、はい、で、少し行くと女道の下り道があって、うん、ここをこう下って、うん、でここからは林道です。ね、こうやって戻ってくるのね、はい、この林道歩き結構長いです。嫌だね、はい。そっちの七人星の方行っちゃいけないのね。どっち？え？こっち？こっち？赤岩とかなんか。それはまあこう言ってこうもう行く気なら行けますけど、こっち行くと岩場になります。やだ。僕の頭なの。だからこっち行くときはまた別の時に行きましょう。行きましょう。その覚悟した上でね。はい、いうことでございますよと。それで今ここから、はい。わお。こんなんがあるんだ、ほら。あ？こんなんが。ロックガーデンがある。ロックガーデンがある。ねえ、この岩何？このあの山は。だからこの岩は。長寿の頭って見えんじゃないの？見えない。いや、見えないです、見えないです。この向こう側に。これ御嶽なの？これ。うん、だと思います。御嶽で。お、いや、御嶽じゃないです。御嶽は向こう側ですけど、ここのこの山はこの向こう側だと思います。長寿は。はい。それから沢へ降りていきます。いやいや、写真を撮りながら来てるんで。前はもうこちらの下だったもんね。何年か前まで至るのもあったけど。そう、沢に。分かんない今の。今こういうほら、もうね、ロープ張ってるんで、かき出してここはこうなってるからね。でもね、ここで今ロープ張ってありますけど。この彼が行けなくなっちゃったから、なんからアルプスも連れてってもらったんだけど。あ、これはね、こっからになりますよ。あ、どうぞ。あ、どうぞ、いいですよ。あ、動画ですか。俺も動画です。あれ、ちょっといいですもんな。紅葉のこの先にすごい綺麗とかありました。あ、じゃあ、どうも。あ、そんな場所があるんだ。あの、トラベイって初めて。天気悪かったら初めてですもんね。一気にちょっと色が混ざってる感じはしますか。はい。最高のいいところ。最高のいいところ。まだこれ。このもみじは黄色いや。
ヘラジーワなんて本当にね、普通はいないと思うけど、いるかもしれないよ。いや、いますよ、あれ、うん、あの、野鳥の時なんかもね、多いしね。ああ、野鳥の時なんかね、いい野鳥ありますよね。三方にやみるの道はこういう金木帯を行きます。割と、なだらかな骨筋を行きます。一応ちょっと今展望の開けるとこ行きました。これから、まだでも一応稜線はもうすぐだと思います。石門みたいに、あそこ、なんか穴が開いてますね、あそこ。三方疎開の見えてきました。三方疎開到着です。はい、1時15分40分以上かかったね。40分かかってないよ。かかってないですか。うん、これ、ここに、こんな道の土俵があります。そこですよね。うん、山頂はね、山頂はちょっと違うよ。こっちを下っていきます。人に出会ったね。戻らないけど
Thank you.